ほい、じゃあ、前回は、ちょっと機材をね、こうやって立って説明しましたけど、説明。ちょっと、こうやって外にいるので、今回は、実際に乗ってっていうのをやりたいと思いますが、ビンディング、二人とも導入して、そうですね。っていうのがあるので、まあそこの使い方だったりとか、まあ実際に乗った時の、このテクニックだったりとか、っていうのをレクチャーしたいと思います。お願いします。はい、まあ、まず、まあ、ビンディングって何よっていうのがあるので、まあ、専用のペダルと、クリートって金具がついたペダルが、こう、ガチャンとはまって、抜けなくなる。で、かかとをひねると、パチンと外れる。うん、まあな。はい。ガシャン。カチッと、これではまって。で、かかとをひねって、外れる。ひねると外れる。はい、ひねる。まあ、これがね、やっぱ慣れてくるとカチッと、一瞬でいけるので、やっぱ乗り降りが早くなるし、で、ね、すぐ入れば、一気に立ち込みして、加速できるっていうのがあるので、乗り方とかを、乗り方を教わる前に、乗り方を、じゃあ、こう。ジャンプ。はい。やっぱ早いわ、ダンカンさん。前よりかは、乗ってまでは、乗るまではめっちゃ早いですけど、やっぱ、ここで滑っちゃったっすね。そうね。まあこれ乗り降り、トラクロだけじゃなくて、シクロクロスもそうだけど、うん、まあ飛び乗りって言われるような。パッと、またぐ。意外とさっきちゃんとできました。この間できなかった。いけた？お、できたわ。なんか、うまなってるよ。これで、ちょっと、そう、これが、できると、超早い。あ、早いな。これ、そう。まあ、次、多分、スタートダッシュいけますね。これは、いけるな。まあ、スタートだけじゃなくてね、障害物来た時とかにも使えるんだけど、まあ、基本俺はハンドル、両手に、そうですよね。握って、置いといて、で、片足上げて、で、そのまま左足でポンって取って、乗っかるっていう。怖いなぁ。ちょっと、筋的が怖いっすよね。ちょっとだけ。たまに引っかかって乗れないとか。そうっすよね。ちょっと勢いつけて。もう。いいね、バッチリ。しかも、ちゃんとペダルの位置見てたから、すぐペダルキャッチする。あ、まあ、そっか。なるほど、ね。で、トラックって基本、この走ったらペダル回ってるので、その飛び乗る瞬間に俺も下見て、ペダルどこにあるかなっていうのを確認して乗って、すぐ足はめられる。なるほど。状態。なるほどね。そっか。おー。いや。まずです。一応、ここで、ポイント的には、サドルを、こう、ももで舐めるように。ももで。で、すると、こう、スムーズに。そう、このまま走ってて、ドンだと痛いから。確かに痛い。いや、それでした。サドルの位置を感じながら、スッと。なるほど。飛び乗ってんのかと思ってました。これは、確かに飛び乗ってるように見えてましたね。撫でてる。確かに。で、ジャージとかだといいんだけど、マジで短パンたまにここにサッと引っかかるんですね。危ない思いをするっていう。それだけ気をつけながら、スッとの。なるほど、なるほど。で、ペダルの位置を見る。で、足をはめる。基本も、この足の、ペダルキャッチは慣れだし感覚なので、このペダルが大体どこにあるかっていうのを見た瞬間に、足そこに持ってこれたら、はまるぐらいな。まあ、これはもう普段乗りながら。なるほど。いい感じですかね。お、イクラちゃんいい感じ。はまら。ペダルがはまら。そっからはまるかどうかは練習して。ちょ。前も見てください。だけ次は、飛び降り。飛び降りですね。乗るイコール降りなきゃいけないので。はい、で、レース中やっぱり、この障害物があって、絶対、ね、
降りなきゃいけない箇所が出てくるので、ちょっと向こうから来ようかな。はい、あこういう感じで。あ、からもう一回乗ると。いい流れだ。綺麗。で、これ基本もう乗ったままでいかない。固定ギアって足回り続けてるんで、こっちが踏み込む位置に来たら、足上げて降りる。で、下に来たら外す。へぇー。笑ってるわ。なるほどね。が、まあ、スムーズ。OK、じゃあ。ああ。ちゃんとやってみよう。ちょ。結構。笑ってる感じだったよ。ああ、って言ったもんね。OK。あ、ちょ待って。ああ、ちょ、むずいな。ああ、こっち、右が外れないし。あ、外れるわ。あっ、おお今ちょっと足首やめた。むずいな。そうだね。最初に、足ぐるっと回す方の足を外して、で、外側から回してきて、そう、こいつが下に来た瞬間にパチンと外す。これむずいな。これできるとかっこいいし、あのもたつかずに。ちょっとジャンガさんもう一回やってください。回す方、足外す、で片足になる。あるおー、まあ、頭では理解できるけど。なるほど。うん、よし、じゃあ行ってみます。で、外す。あれ、あ、難しいな。うまかったっすね。うん、あ、でもね。もう一回でも障害物ぶつかったので今ちょっと。あ、でも、いけます、多分。外して、あ、ちょ、一回足を置いたらもう一回入っとった。あの、右足はめてなくても大丈夫。右足はめてなくても大丈夫。あ、最初からっすか？あ、まあ今降りるだけだから。いや、まあ、まあ、こっからやっぱりちゃんと。ちょっと次みんなで障害物越え。外す。お、いいね。こういうことっすよね。ああ、そういうことっすよ。ナイスです。はい、じゃあ皆さん、障害物ができました。高い。まあね、うん、一般的に試験員って言われるレース中にあるような、こういう、乗って越えられない、まあ今、端っこは低いから飛べちゃうかもしれないけど、あ、確かに。まあ、越えられないものがあるとして、こいつを走ってきて、降りて、越えて、で、また飛び乗って、走り出す。ちょっと一連の流れを、だからこれ、突っ込む場合があるから。一回ちょっと、ちゃんと位置を。あ、結構早い。かわいい。おい。すげえ。早いって。早すぎんすか？これは。ちょっとスローで見てみましょうってなるやつ。これは早い。こんな感じです。こんな感じです。早っ、まあ、最初はちょっといやゆっくりでも初めからあれでいきますわ。はい、あれじゃあどっちか行く、行かじゃん、お願いします。どうぞ。あべやばよかったら、うん、オッケー、お願いします。よし、お早いよ。おういしょ、で飛び乗る。あべ飛び乗った。
全然入らない。全然入らない。ドスになっちゃいましたね。あとだいぶ手前からだいぶこの辺からいったね。いやー、ダンカンさんでもこの辺からやったと思う。横で見るより高い。高い。持つ時も上から持った方がいい。あー、上から右手を上から持って、こういうことか。そう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 、こう持ち上げるか、さ、俺サドルこれポイントだけど、持ってここの手でサドルグイッてやるとこっちにほーグイッてなる。あんま高い時とか、あ、だいぶ楽。そう、こっから、ただこれは難しい、あの、重たく感じちゃうから、テコの原理使ってる。なるほどな。サンタいけるよ。もう今、全部がスピードで。おしおしおし。いけるいける。あー、いけるよ。早くない早くない、あ、無理だよ。めっちゃブレーキかかったよ。死んじゃう、死んじゃう。ブレーキかかった。無理だ。あの、このスピードとちゃんと障害物との距離と降りるまでは良かったけど、降りるまでは良かった。あ、もう無理だ。全然間に合わなかった。今のって何、左が外れかな。いや、外れたけど近かったっすね。近すぎ。基本まあもちろんすごいこの辺で降りちゃえばね、余裕で越えられるけど、結構ギリギリ、降りるのがギリギリすぎたってことですね。そうね、この辺で越えたらもう持つ暇もなく障害物になってるから、なるべく近いけどちゃんと安全なマージンは取りつつ、あ、なので今のはイクラちゃんの方が全然早かったと。やった。いやあ、先生ちょっと見ときます。で、あとスピード、スピードっすね。いきます。お、危ねえ。おー、溜まってます。すごい。ちょっと待ってください、入れるんで。けど今ちょっと危なかった。確かにここキワキワでしたね。お、ほっ、あああ、でもキャッチできた。おお、バッチリ。なるほど。俺マジでちょっと今キワキワ行きすぎたけど、まあ2、3歩歩ければ安全かなっていう。まあ1歩が一番かっこいいけど、一歩が一番、一歩が一番かっこいい。いやでもギリギリ計算しないといけないですね。そう、やべ、ひよった。もうチャリ当たってるよ。このまま行って大きい障害物だったら当たってる。むずい。大丈夫ですかね。難しい。ここからみんな練習あるのみで出勤しておはようございます。おはようございます。それでやろう。